一郎も大ファンのエレファントカシマシの曲だ。リスタートリスタート、元気があれば何でもできる。また歌ったじゃねえ、歌っちゃってんだけど、今日の耳だクイズマスターはエレファントカシマシ宮本さんの問題だそうですから、皆さんそれまでに南天の同盟飲んで直しますから、ぜひともその時も聞いてください。はい、ミンミンダハクイズマスター brought to you by ミンミンダハ1,2,3 ミンミンダハクイズマスタークイズの時間です。エピスト西澤とこの人、はい、五野辺美希です。はい、アシスタントよろしくお願いします。エレファントカシマシ宮本浩二の問題です。はい、宮本浩二ですね、あのライブでまあどの曲もどの曲も大変なんですよ、歌うの。まあまあそうですね、激しいですね、激しい歌ですよ。でも50過ぎてますから、もうそうか、そうこの中できついなでもいけたなっていう曲、はい、これを歌った時にこれ大丈夫だなね、123聞いてください、はい、どの曲の時に思ったでしょうか。1番おめえ正直なやつとって日本のガストロンちゃん、やっぱりあの言葉数が多いのと、ね、あとは威圧感、ね、それからあと、まあ、爆発した感じ、ボソボソボソ、これがきついんです。これは大変ですね。これはまあちょっと俺歌いとるらすげえぞ俺っていう、うん、フォロワー、もっと力強い生活をこの手に。2番、こう息するとこないでしょ、生命参加って曲。本当ですね、うん、これきついんですよ。ライブの時、ライブの真ん中ぐらいのところにね、この曲が入ってるとヤバいと思う。人の歴史または情け以上、ね、暴力とずる賢さで絶望った、死んでしまうぞ死んじゃうぞ宮本、みんな音使ってますね。これが2番ですね。3番、これきついだろ、男は俺はお前に負けないなお前も俺に負けるなよ、意味わかるでしょ、俺はお前に負けないがお前も俺に負けるなよ俺の話を聞いてくれ、ちょっと似てる、聞いてくれほら。ということで123の中でこれ歌えたら俺らすげえぞ、ライブの途中でこれは厳しいぞっていう、それはどの曲でしょうか、考えてください。エレファントカシマシ宮本浩二の問題、耳だ食いました。ワンワー正解発表。はい、1番ガストロンジャー、2番生命参加、3番男は行くということで、宮本さん本人に答えてもらいましょう。あの生命参加っていう歌がありまして、3時間近くコンサートやってるんですけど、それの2時間10分目ぐらいで歌う歌なんで、もうこれちょっとだ声出るかなみたいな時に、ある日突然なんかスイッチが入っちゃったみたいに、3曲目より明らかに声が出るみたいな、もうやたら声があの伸びまくっちゃって、これ俺すげえぞって。だから人間ってやっぱそういうこうギリギリに引きつめられると、普段防衛本能で使ってない何かをこう使うんじゃないかっていうことをですね、その生命参加の歌の途中、あの2分ぐらいのところで急にバーッと声が出た瞬間がありまして、言ってることわかりますか。それで感じまして、あ、人間こういう時になると力を出すんだなっていうのを、あの自分の体で発見しました。まだまだその51ですけれども、まだまだこれいけるぞというふうに思った瞬間でございました。本当にあのありがとうございます。あのピストさん、俺はもう本当にあのまだ急須もですね、ちょっとお渡しできてないっていうところもありまして、あのまたぜひあのスタジオに呼んでください。エレファントカシマシの宮本でした、失礼します。ということで正解は2番、
正解は2番生命参加だったわけですね。まあ男は行くでも大変だと思いますけど、でも大変ですよね。でも生命参加はね、多分ね、息するところがないんですよ。そこなんですね、うん、よくね話するんです、この服大丈夫、息するとこある、ないんですよね、自分で作っといて死んじゃうよっていう本当ですね、うん、どんどん首絞めてって、いやでも若いですね、うん、いや現在開催中なんです、エレファントカシマシの全国ツアー。はい、現在開催中のエレファントカシマシ全国ツアー 30th Anniversary ツアー The Fighting Man ツアーファイナル、来年2018年3月17日土曜日、うん、会場は埼玉スーパーアリーナです。おい、詳しくはエレファントカシマシのオフィシャルサイトをチェックしてください。宮本さん、ありがとうございました、はい。